ターの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウス。座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回訪れたのは志摩市大王町の名切港。こちらへは初めて訪れましたが、とっても広くて綺麗な堤防で釣り人も多くにぎわっていました。今回はこの初めてのポイントで久しぶりの奇襲釣りにチャレンジです。犬の顔は見れるでしょうか。さあ、今回は志摩市大王の名切漁港へとやってきています。今回は奇襲釣りを楽しもうとやってきました。さあ、奇襲釣りといえばこの方、今回のゲストの湯本さんです。おはようございます。おはようございます。さあ、もう今日はもうこちらに持っていただいています。はい、浮き団子 X ですね。そうですね、はい、こちらをもう使って。そうです、はい、この4月に発売された、うん、はい、口調がですね、はい、こう団子のキレが非常にいいですね、はい、はい、またその辺詳しく教えていただきたいと思いますので、はい、チヌの顔が見たいですね。はい、今日よろしくお願いします。はい、こちらこそ。浮き団子 X を使って頑張りますよ。さあ、早速なんですけれども、まず団子作りの方からお願いいたします。はい、はい、この裏書きはですね、はい、全てあのブレンドパターンになってるんですね、うんうんうん。で、まあ、あの速攻就業パターン、足止め就業パターン、うん、モーレス就業パターンであるんですけど、うん、はい、今日はですね、この足止め就業パターンを中心にやっていこうかと思ってます。浮き団子 X ばっかり。奇襲釣りの時ってこういう丸いバッカーがやっぱり混ぜやすいですね。そうですね、はい、そうそう、このバッカーも新しくなってます、うん、300cc。回数をまず変えてもらってるからかなりね、分かりやすいですね、はい、これが 200cc。 これを混ぜてもらいます、はい、で、あの最初に混ぜた方があの安定しますね。で、これに対してですね、細引きさなきです、はい、これ 200cc を混ぜてます。これに対して、はい、これに、アメビを 300cc。 でこれに対して、はい、激アラですね、はい、3分の1。これを少し 100cc だけ入れます。四角就業とやっぱりそこにもたまりやすいんで、なるほど、アメエビ、それから激アラを、うん、このサナギですね、細引きサナギ、まずこの団子の上で水分させるんですね、はい、全体をゆっくり混ぜる。で、網エビとかあるんで、こう手のひらで、ね、回すようにやってもらったらダマになりにくいんで、はい、手のひらでね、うん、ちょっと水分を入れるように押しながら混ぜます、うん、しっかりこの粉に。そうです、この手の引っかかりが重たくなってくるんですね。そうです、ちょっと見た目も変わってきました、はい、で重たくなって、全体が重たくなれば完成です。20分ぐらいしていくと、ええ感じになってきます。こんな感じ。やってみてください。おお。そんなに握ってないのに、すごい。チヌを寄せるための団子が出来上がりましたよ。こちらの方は浮き釣りを楽しまれていますね。私も準備に取り掛かります。道とは、2号のフロート。浮きはとりあえず今寝浮きの、僕のタイプで言えば SS から始めます。ハリスは 1.2 号で行こうかなと思います。で、針は1号。風もなくとっても釣り日和です。こちらのファミリーはサビキ釣りを楽しまれています。さあ、準備も整い、湯本さん1投目スタートです。棚はどれぐらいですか？
8メーター、9メーターぐらいちゃいますか、ね、結構深いんですね。深いんです。食い込みイエロー、はい、これ新しい商品ですね。そうなんです、今日発売になってると思います、うんうんうん、でこれは結構あの何でしょう、食い込みは当然よくてこういろんな手芸力があるんですけども、はいはい、結構ね身がしっかりしてる。あ、うーん、1頭目から悟られてるんで、はい、目立たない方がいいかもしれない逆に、はい、おお、ほらほらおお、ちょこちょこしたあたりですね。そうですね、うん、うんうんうん、えあれっといきなり来てくれましたよ。すごいなよかった。今はあの食わせ丸エビで締めました。浮き団子 X はキュッと楽な力で締まってくれますが、餌の抜けも良くて扱いやすかったです。浮きはハイパー BM 0.55 を使っています。棚を底ギリギリになるようにこまめに調整していますよ。かけ下がりの同じところに団子を投げてポイント作りを意識しました。あら早い、当たりあんまり出なかったですけど、グレがたくさんいます。サンバソウを釣られていますね。校内魚がとっても多いですよ。お次はゴンズイ、これは危険です。これがいると結構固まっているかもしれないですね。これがおったら厄介だ。ゴンズイだ。水バケツの水交換しようとしてたらスポンって浮きが入りました今食いしぶりイエローをつけてたんですけど、ちょっとだけサイズアップ、やった行かない、もっと次々当たりが出ますが、あーグレ、来てくれるのはグレばかり。餌取りに悩まされています。潮止まりからのこの後の揚げの時間が期待の時間ですが、どうでしょうか。ひたすら団子を打ち返します。向かい側の堤防もチヌ狙いにいいポイントだそうですよ。湯本さんにヒット。わかんない、カワハギ、カワハギです、大きなカワハギです。すごいですよ、ビッグマンボウ、いいサイズですね。でかい。あー、チヌが来てほしいけどちょっとサイズアップ嬉しかったですねえ、チヌ本当に厳しいですね。これからです。はい、頑張ります。頑張ります。ありがとう、ありがとう。少し釣れる魚が変わってきて餌も残るようになってきました。すると、お願い、頑張ってよ。釣り開始から約8時間、途中本命らしいヒットがあったものの針外れ、それからやっと本命らしい重量感、来た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 、すごい、でかいでかい、ありがとう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 、でかいでかい、きれいきれい、ほらめっちゃきれい、嬉しい、ありがとうございます、よかった、帰れ、もう帰れやったと思ってました、ありがとう。どうなるか。まあですね、はい、団子、クリスピーイエローをつけて、馴染ませてからもうずっと待ってたんですけど、一回ポンって当たったんですよ。はい、で、一回こう浮きが消えるぐらいまで入って、はい、で、いつもだったら戻ってそれっきりなんですけど、これまた待ってみたらもう一回入って、入って。沈んでいて、嬉しかった。
さんそろそろ時間ということでこれにて終了なんですけれども、はい、今日はありがとうございました。おめでとうございます。もう井本さん釣られるのは当たり前なんで、私がね釣れるということがもう奇跡でしょう。僕は全然ね、ノーキランゴエックスの握りやすさと飛ばしやすさのこの扱いやすさにも感動しました。そうですね、またよろしくお願いします。今度はどうぞ作らせてもらいます。お願いします、はい。浮き団子 X でポイント作りを意識したことが良かったのかなと思います。苦労した一里は本当に嬉しいですね。まだまだいますよ。フィッシングユー伊勢店から鳥羽今浦でタチウオ、指3本までを3匹の釣果、ワインドで狙うのも面白いですよ。ただいま堤防釣りと食のフェアを開催中。堤防釣りにとっても便利なグッズやおすすめアイテムをご用意しています。さらに釣ったお魚を美味しく食べるためのアイテムも揃っていますよ。ぜひご活用くださいね。日永島網元釣り堀センター聖徳丸から堀田さん、マダイ6枚にワラサカンパチとゲット、魚処理場が2台完備になっています。釣られたお魚の処理にご利用くださいね。日曜祝日の貸し切り料金が平日の料金でご利用いただけるお得なキャンペーンを実施中です。皆さんのご来店をお待ちしています。中津浜クロちゃんと船から桑山さん、チヌ 50.5 センチまでを2枚と品しをキャッチ、赤羽さん、チヌ 44.5 センチまでを10枚と2桁超過です。馬場さん、チヌ 35 センチまでを20枚とたくさん釣られていますよ。大型もまだまだ狙えます。南伊勢内瀬釣りセンターから橋爪さん、黒鯛25センチ前後なんと142枚の釣果、吉川さん、黒鯛年なし2枚を含んで5枚の釣果です。内瀬チャレンジカップ明日までの開催ですよ。まだまだ間に合います。皆さんのチャレンジお待ちしています。月間プレゼント釣り券より新製品のミチ糸とハリスをセットで1名の方に、フィッシングユーよりファミリーテトラセットを1名の方に、明豊化学工業よりバケットマウス BM5000 20リットルを1名の方に、 TN 製作所よりロッドセパレーター2個入りまたは1個入りを各5名の方に、ユニテックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。明豊。惚れた晴れたも人よの恋遊び、今日が明日の夢探し、気ままな女旅。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。